国民健康保険坂下病院は岐阜県中津川市にある中津川市が運営する病院。全国に900以上ある国民健康保険診療施設の一つである。1948年に旧坂下町に設置され、2005年に合併とともに中津川市所管となって現在に至る。坂下病院は診療科重課病床数199床を有す東脳東部の 中核病院の一つである、臨床研修指定病院、救急指定病院として、岐阜県知事により告示されている。坂下病院の立地する中津川市北部には、医療機関が少なく、本院は、地域医療を支える、中核病院となっている。また、奈義町や、大川村など隣接する長野県木曽郡南部も、同様に、医療機関が少ないために越境来院者も多く、入院。 外来ともに30%程度が長野県の患者である。救急医療においても東農医療圏域における第二次医療を担う病院として、中津川市北部、基礎群南部地域の急性期医療への対応もしているが、全国的に問題となっている産科不足の影響を受け、坂下病院でも2003年4月より産婦人科が休診状態となっており、 出産を行う場合は、総合病院中津川市民病院など、他の総合病院頼りの状態となっている。設備面においては、MRI やマンモグラフィ、エスルなどの高度医療機器を備えている。施設面においては2001年に現在地に移転、新築された際に、免震構造が取られており、地震発生時にも、病院機能が保たれるようになっている。また県内に先駆けて、 電子カルテが導入されるなど IT 化も進んでいる。なお全国的な公共施設における禁煙化の動きに合わせ本院でも館内禁煙となっているが2008年4月からは駐車場も含めた敷地内は全面禁煙になる予定である。その他の特徴として他の国保施設と同様に地域包括ケアを非常に重視しており診療を中心とした医療はもちろん 糖尿病教室やふれあい健康塾などを通じた健康づくり、訪問看護や訪問リハビリテーションなど、在宅医療と併設の介護老人保健施設を中心とした施設医療などの福祉サービスにも力を入れている。その他、住民健診や学校健診などの地域密着の保健活動にも力を入れて取り組んでいる。ありがとうございます。